はい、どうもチョコレイです。エカネン実況やっていきたいと思います。というわけで今回は夏の甲子園1回戦からですね、頑張ってやっていきましょう。前回ですね、初めて神奈川で戦っていた夏の決勝、やっていたわけなんですけれども、なんとかね、決勝戦も勝つことができまして、甲子園にね、進むことができましたよと。はい。で、まあ、今回から甲子園戦っていくわけなんですが、現在の総合戦力は B、評価もちろん名門です。ただ、投手力がちょっとね、今現状は低い感じになってしまっているので、まずはそこから、上げていきたいところなんですが、エース菅野くん、まだ2年生ですね。はい、この菅野くんを中心に、この夏は戦っているよという状況でございます。そして天聖井口くん、この育成もね、この甲子園でがっつりやっていければいいかなというふうに思ってます。まずはとりあえずね、勝ち続けること、ここが本当に非常に大事になってくるので、まずはそこをね、一番に考えながらやっていきたいと思います。で、テンション一応確認しておきましょう。まあ大丈夫かな。うん、大丈夫だと思います。はい、じゃあ行きましょう。よし、そうですね。そしたら、ここは1からいきましょうか。なんでこんな1多いんだっけ ?1 緩和使ったからか。特訓で緩和使ったからですね、多分ね。ちょっと実はこれ、撮影してから、前の動画撮影してから日がちょっと経っちゃってまして、僕としてもちょっとね、見落としがないかだけがすごい怖い。ここは井口くんでいきましょう。はい。井口くんでいきます。で、先発は菅野くんでいきましょう。で、そうですね、相手前評判ちょっと低めなので、曽根を一回ベンチスタートにします。曽根を一回ちょっとベンチスタートで考えて、そうだな、まあ、戸谷か深津かをスタメンで使いたいんですけど、まあ、小杉でもいいか。まあでも戸谷でいこうかな。1年生戸谷を甲子園でデビューさせたいと思います。はい。うん、まあ打順的にもそうだな、こうしておきましょうか。よし、これでいきましょう。 OK、 よろしくお願いします。さあ、頑張っていきましょう。夏の甲子園1回戦、白浜学園は和歌山代表だったかな、確か。やっていきましょう。はい、和歌山代表でしたね。さあ、今回はまあちょっと現実の高校野球の話なんかもね、ちょっとせっかく今回甲子園の組み合わせ抽選が、ね、行われた直後に僕これ動画撮ってるんですけども、1回戦にね、あ、そこ戦力 B ちょっと上でしたね。なんと、あ、ちょっと待って、先に能力見ましょう。梶原くんがキャッチャー片し、転生はいなそうかなですね。で、ピッチャー、これは中日の岡田選手ですかね。怪我しにくさ G か。OK。川端選手、まあ、前回当たってますからね。選抜で、確か。うん。ですね。はい。増田選手入ってる。OK、行きましょう。なんと、あ、ちょっと待って。ノーアウト2塁か。まあ、送ってもいいけどな。待たせましょうか。新塁打打ってくれ。今回のこの第100回大会、松井秀喜さんが始球式をやるんですけど、なんと開幕戦にいきなり星稜高校が入ったんですよね。そう、開幕星稜でスタートするんで、星稜高校卒の松井選手が始球式をやった、その直後に星稜高校が試合をやるっていう素晴らしい開幕になりそうですね。戸谷君打ったのかな。いいですね、2安打、すげえな。わー、流しでいきますか。対左へを信じろ。対左への小松を信じる。ちょっと詰め寄られてるんで、追加点取っておきたい。なー、最悪の進塁打も打てず。さあ、井口くん、タイムリー頼むぜ。対左がちょっと低いんですよね、でも。追い込まれたらミートにします。追い込まれた。でも4回でも71球で放らせてるんで、まあ、悪くはない。いやー、ちょっと厳しいなー。うまい。いいでしょう。オッケーオッケー、ノート1、2塁来た。おまたお祭りも使います。で、ランナーが横溝、宇田川、流しかな、とりあえず頑張れ、ランナー進めよう。うわー、最悪、これは最悪。ええ何今のショートの動き。えこれバグじゃないの。え、今1塁絶対間に合ったよね。えそんなことあんの。ひどいな。それはさすがにひどい。思った走らせてみますか。いやでもまあいっか。あ、どうしよう。思ったって通り草っけ。 C か、いけるか。行ってみましょう。お、危ねえ。木戸も対左がちょっと低いんですよね。決まり、よし、 OKOKOK。 で、木戸くん対左が低いことを考えると、スクイズでもいい局面ではあるんですけど、渡せましょうか。お祭りもついてるし。ナイマッチ、オッケー、最低限最低限。よし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 。まあこれができるチームなんでね、打たせても全然問題なし。よし、さあ藤巻、
頑張れ。うわー、しょうがない、うまい、まあいいでしょう。オッケーオッケー、追加点また取ろう。ラッキーボーイ使って流し、いやー、まあ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 、シミだシミだ、よし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 。井口くん今日ヒットなしか。精密はまだ残しでいきますか。いや、使うか、使って追加点取りましょう。ここで追加点頼む頼む、横溝パワーの経験値欲しいか。いやー、お前追加点がなかなか取れないね。うわー、やっぱこうなるんだよな、追加点取れないと。ソネを使って中間かな、ここは。ただ井口くんの守備がまだそんなに上がってない状況でセカンドで使ってるんですよね。うわー、その井口くん、いやー、やっぱそうなるんだよな。苦しいな、苦しいな。ちょっと送球までも遅かったっすもんね。井口くんの送球自体は別に悪くないはずなんですけど、よし、送球の能力自体は別にどうしようもないですけど、いやー、しょうがないわな。よし、追加点を取らなかったのがここでたたったと。もうさよなら含め逆転、サイドを勝ち越して勝ちましょう。もうそれしかない。ゲッツシフト引くか、頼むぞ菅野くん。よーし、いいね、9個目、取れる取れる取れる、よし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 、これでツーアウト。さあ、あと1個、球数100球か。まあ曽根くんまだベンチにいるんだよね、そこは、そこは安心ですけど。よーし、いいね、10個目、オッケー、キューラーさよならするぞ。さあ、ここは精密機械張りのマットコントロールを頑張れ小松、頼む。先頭出れない。小松な、本当は左打ちだったらよかったんすよね、本当はね。左下がっちゃったな、井口くん。いいよ、お、いいよ、よーし、いいね、よく見た、よく見た。ここで井口くんを走らせる選択肢もあるんですけど、でもキャッチャー肩良かったよな、そこそこ。なしですね、通りの特能があるとはいえ。横溝に打たせます、やっぱり。あー、頑張れ横溝。エンドランで面白いか、エンドラン行きましょう。おわー、打ち上げたか。あ、これ西川選手か、失礼しました。西川選手はスタメンだったか、見落としてましたね。宇田川行こう、やつ、よし、頼むぞ。さよならシチュエーションワンチャン作りに行ってもいいけどな、盗塁で。で、宇田川から始まる打線でもまあ悪くはないけど、でもまあやつ使ったし、流しそのまま打たせましょう。相手も警戒してるし、オッケー。わー、惜しいな。予選の再現、サヨナラホームランならず、まあ、しょうがない。風が流れてたのが 6m、しょうがない。でも菅野君も頑張ってるし、おまた、先頭行くぞ。ナイマッチ、素晴らしい、よし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 、2塁行った、OK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 、まあ OK、OK、よし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 、ここで起動か、ノーアウト2で起動。お祭り使います、よかった、取っといて。まあ確実に送るか、セーフティーも含めて、うん、サードに進めましょう。よし、うまい、ナイスバント、素晴らしい、よし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 。で、藤巻、決めろ藤巻。代打もありっちゃありだけども、今日ノーヒットのことを考えると、大平に決めてもらいますか。対比対エース丸持ってるしな、これピッチャーエースですよね多分ね。大平いきますか、大平いこう。さあ、決めろ大平、3年生に決めてほしい。さあ、ここは相手に揺さぶりをかけてくるのか、いくぞ、引っ張り、さて、軌道、いや別にいいか、軌道走らせる人はそんなにないか。軌道のところ復活入れて稼ぎますか、経験値とりあえず。おお、牽制士だけはやめてくれよ復活。よし、
ナイスさんナイスさん、よし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 、いよいよここまあ歩かされる可能性もあるけど、まあ大丈夫でしょう。流しでいきましょうか。ミート流し、ナイマッチ大平、最高だ最高だ大平、ありがとうございました。オッケー、ナイスゲーム、ありがとうございました。まあちょっと初戦から苦しいんだけど、オッケーオッケー、よし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 、ナイマッチ、ありがとうございました。オッケー、まあ大平が決めてくれたの嬉しいですね。ちょっと個人的に大平を、なんだろう、あれ秋大会か、秋大会でかなり評価してたんで、まあ、ここで決めてくれてよかったですね。まあこの台は本当に全員野球で勝っていくと決めているので、これで良かったと思います。うわーって待って、ちょっと待ってくれ、井口くんのチャンスがいいに下がった。うわーマジかー、まだまだ1年生なんでいいでしょう。いやーチャンスいいに下がるか、早えな下がるの。まだ甲子園初戦だぞ、マジかー。え、ちょっと待って、相手真評判、え、マジかー。とりあえず練習休ますよ。いやーここで前評判 A に当たるか、まあ、厳しい戦いになりそうですけど、このままいきます。導入する、お米かな、お米買っときましょう。あと買うべきところあったっけな、この辺はもう正直いらないので。弾道バットちょっと使いたい選手がちらほらいるんで買っときましょうか。あとはもうひたすらおむすびも買っとこう。よし、うん、この辺買っとけば OK かな。よしで、ちょっと待って、弾道バット使おうと思ってた選手がいたのに忘れていた。弾道バットを横溝かな、とりあえずまず横溝に使いましょう。で、あとはそうだな、おまたも多分ほっといてもパワー A 乗るでしょう。で、そうだな、小松は2でいいんだよな、弾道個人的には。宇田川さん、曽根弾道使う、曽根弾道もありだな。まあ曽根最終的に能力調整でもいいかなと思ってたんですけどね。軌道、いやこの辺なんだよな、難しいの。能力調整にアイテム数の使うか、まあ、弾道上げちゃうか。軌道弾道上げるか、軌道も弾道上げようかな、上げます。よし、うん、これでいいでしょ。とりあえずこの2人に弾道バットを使って、で休み、緑マスと止まっていくと。さあ頼むぞ、ここは負けられない。腕立て、さあ行きましょう。あーちょっと待って、3年生入れてもよかったな、前評判 A なら。まあでもしょうがない、このまま行こう。ここで負けたらもうオワコンなんだね、正直。こんなとこで終わるわけにいかない。また井口くんでいきましょう。で、まっすぐの先発で、で、あれだな、ちょっと打ち気持ちがベンチにいないことを考えると、曽根外しが、曽根ベンチ置きがちょっと安定かなとは思うですよね。で、おまた、いや大平も主張か。じゃあもうこれはトヤ使うしかないでしょう。前回2アンダー最低打ってるんで、よしこれでいきましょう。うわーちょっと待って、1番赤星さん、そしてピッチャー牧原さん、そして稲葉さんもいる。マジかよ、ちょっと待って、やばいなこの試合、絶対やばいな。いきましょう。うわーマジか、初戦からかなり苦戦しましたけど、2回戦もかなり強そうな相手と当たったな。三河農業、愛知代表、初対戦かな多分。強そうだな、まあ、今回この試合までかな多分。よろしくお願いします。あでも総合戦力 D か、意外と前評判よりワンランクダウン。能力見ます。あーいやでも強えわ、盗塁走塁送球 B、 やば。1年生がまだこれで、3年生の平野さんで、稲葉さん、ここ1年生、2年生か、オール D。 へえ、バランスよく育ててますね。キャッチャーが対左時盗塁 F で肩 C で、牧原さんか、伸び B、 尻上がりだったんし、尻上がりもちゃんで、なるべく早めに、なるべく早めに点取っておきたいですね。よし、うわ東選手がいる、いいなぁ。千賀選手もいるの、何これ、
この投手陣やばすぎる。マジか。全員引きずり出しましょう。いくぞ。とりあえず先制点。頑張れ。厳しいな。ちょっと井口くんの打率がガンガン下がってる。おし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 。スタート1、2塁。ここは1本確実に。頼む。ヒット欲しい場面。タイムリーヒット欲しい場面。やばいな、これ。チャンスいいどころじゃないぞ、マジで。わ、でも菅野くんがまだノーノーだ。この相手に。小松か。走らせますか。ボール1ちょっと怖いけど。いけ。ナイスラン。さすが総力です。で、とりあえず流し強振。頑張れー。あー追い込まれた。てか井口くんもう7盗塁もしてんのか。あーまあまあ進塁だ。よし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 、いいよ。2番としてはまあ悪くない働き。ただ井口くんということを考えるともう足りないですよ。頼むぞ横溝。1点まず1点。あー正面くそー。先制点が取りたかった。あー菅野くんヒット打たれた。ノーノーなくなった。まあしょうがない。宇田がおまたお祭り使いましょう。初球いっていいかな。走らせましょう。決まれ。うわ、マジか。宇田川刺されんのか。うわー、近い。いいね。いやー、それはちょっと想定外だったな。宇田川で刺されんのか。よし。よし抜けた。よしよしよし、見つけ見つけ見つけ。よし、オッケー。来た来た。赤星さんライトやってんの。オッケー。ワンアウト一三塁。そして藤巻先制したいな。お祭りは取っときます。でランナー起動だよね。スクイズもありだけど、ちょっととりあえずカウント様子見ましょうか。ナイマッチ。素晴らしい素晴らしい。最低限。よし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 、オッケーオッケー。このチームマジ本当究極の状況以外スクイズ必要ないな。トヤ使いましょう。究極の思考が解き放たれることになるか。まあトヤ打たせましょう。代打も考えたけど、今チャンスだったら代打でもよかったけど。打て。ああ。おお、ラッキー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 。槙原さんが乱れた。よし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 。オッケーオッケー。ツーアウト二三塁。そして菅野くんか。まあ菅野くんはさすがに変えられない。打たせます。この1点差で菅野くんは下ろせないけど、惜しい。いやーしょうがない。よし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 。いや菅野くんがすごすぎるんだわ。頑張れ。いや3球三振マジか。うーん、井口くん、井口くんちょっとダメだったな。とりあえずそのまま使って。いやーこの2試合しびれる展開続くな。いやー取れないか。厳しいな厳しいな。ここで赤星さんか。1番に帰っちゃった。すごく盛り上げ。ゲッツーよ。ここもゲッツーしかない。よし井口起動。藤巻素晴らしい。赤星さんをゲッツーに切る。ここでそして最終回。もうこのまま菅野君に託しましょう。もう他は使えないわこの試合。ちょっとマジで富谷の守備だけ固めときますか。ここだけちょっとまあ育成を入れていく感じかな。復活から。よし、ライトローテーションみたいな感じかな。臭いところ。いいライト。その復活クソ取れないか。まあしょうがないわ。復活の脚力で取れないのはしょうがない。いやー先頭出ちゃったか。ここはもうすごく盛り上げるでしょう。ゲッツー取りたいな。ライトもう一回ローテーション入れよう。小杉で。よし、うわ取れないか。マジか。いーやばい。ちょっと待って、やばいこれ。やばいやばい。ちょっと待って、落ち着け落ち着け。いや菅野くんまだいけるだろう。ここで替えは選択肢にないぞ。それでもいいっちゃいいけど。
まあ、行こう。よし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 。いや、ワンアウト2、3塁、ここ1点覚悟のシチュエーションになっちゃったな。ちょっとスクイズもあるぞ、これ。歩かすか。いや、でも相手裏こうだぞ。ちょっと待って待って、考える。よし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 。オッケー。二塁ランナー返したらさよならなんだよな。いや、今ちょっともうちょっと慎重に行くべき場面だったかもしれないけど、ちょっと相手のラインナップもう一回考えよう。ちゃんと、あ、てか稲葉さん下がってたんだ。稲葉さんが下がって山内さんだったんだ今。怖っ。いや、今敬遠すべき場面だったら本当は多分で、チャンスいいでしょ。対左 G と、うわー、いやー、まあこう石黒勝負でいってカウント悪かったら歩かしかな。てか東選手出てたんだ、気づかなかった。うん、まあ、そうだな、それでいきましょう。あー、怖いなー。外野もう前進しかない。ちょっと考えろ。小杉の肩 D、 外野の肩までちゃんと考えないと。まあでも、まあここはソネを入れるわけにもいかんし、これで行くしかない。頼む、もう菅野くんを信じよう。菅野くんが抑えてくれることを信じる。よし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 、いいよ。さあ次の投球、うわー、入ってないのかそこ。低め、頼む。よし、追い込んだ。スタート1球だ。頑張れ菅野くん。追い込んでから投げました。いやー、いいとこ行ってるけどな。頑張れ、頼むぞ、決めてくれ。投げました。うおー、いや、まあ歩かしてもいいよ、しょうがない、そこはしょうがない。頼む頼む頼む。投げました。あー、カウント有利な状況ではあったんだけどな。いやー、クローザー曽根で行く選択肢もあるぞ。最後はキャプテン信じるか。いや、でも延長戦になった時に曽根を残しておいた方がいいんだよな本当は。うん、ここまで菅野くんを信じよう。この回まではとりあえず菅野くんを信じます。代打も含めて考えないといけないし。頼む。第9投げました。うわ、ちょっと待って、押し出しはいかんぞマジで。臭いとこは使えないなこれ。第9投げた。よし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 、頑張れ。第3球を投げた。よし、起動。いやー、あぶねー。いや、マジヒヤヒヤした今。いや、抜けたらどうしようかと思った。いやー、起動素晴らしい守備だった。そして菅野くんもよく踏ん張った。オッケー、わー、終わったかと思った。よかった。オッケー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 。まあ効果はまだ取ってきます。あー、よかった。あぶねえ。ナイスゲーム。菅野くんが牧原さんに投げ勝ちました。あー、熱い試合だったこれは。いやー、オッケー。あぶねえ。マジ危なかった。オッケーオッケー。いやー、ヒヤヒヤする試合でした。ありがとう。ナイスゲーム、ナイスゲームすぎるわ。はい、ということでとりあえず今回は2試合戦っていったんですが、次回の相手はまだ見れない。でもここ鳴り物止まりたくないんで、多分もう一気に、あ、でも一気に行くには無理なのか、赤マスがあるのか。一応ちょっと相手トーナメント見ましょうか。西東京代表か奈良代表の勝者か、このどっちかですね。いやー、でもしびれる展開だった。ということで今回ご視聴いただきありがとうございました。ぜひともこの熱いナイスゲームに高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。経験がマックスになりましたね。経験がマックスになって機動力もマックスになったんで、とりあえず投手力が1個上がる、もしくは打撃守備もう1個、フルマックスになる、このどっちから総合戦力 A に乗れると思います。はい、ということで、まあなんとかね、甲子園2試合勝つことができました。次回3回戦からね、戦っていきますんで、ぜひぜひこれからもいかないの実況を楽しみだよ。ナイスゲームと思っていただいた方は高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。